続いては地域の文化を継承する取り組みです。尾花沢市でかつて江戸時代に作られた焼き物、紙の旗焼きについて地元の子どもたちが学びを深めました。主に白地に藍色の文様が特徴の紙の旗焼き。1833年、江戸時代末期に現在の尾花沢市銀山温泉にあたる紙の旗村で採れた石で作られていました。一度は途絶えた紙の旗焼きを長年の研究を重ね、およそ150年ぶりに復活させた地元の陶芸家、伊藤兵道さんです。今日は尾花沢市立玉野小学校の6年生が伊藤さんの下でその歴史を学び、その後は実際に岩場に出向き原料となる石を採る作業を行いました。もうとっても難しくて、その掘る道具も重くて大変でした。昔の人はなんか全部手でやったからすごいなって思いました。続いて行ったのは、粘土を作る上で重要となる石を削る作業です。子どもたちは紙の旗焼きが始まった190年前とほぼ同じやり方に挑戦し、先人が作り上げた文化を肌で感じました。硬くて割れなかったけど、だんだんコツをつかんできたので、喜んでもらえるような茶碗を作りたいです。最後に削った石を粘土に変える機械に入れた子どもたち。来月中旬にろくろを使って製作を行い、7月に絵付けをする予定です。